ある時は DV オッド、ある時はゆるふわモテオ。そんなカメレオン俳優、中村智也が日本テレビ系ドラマ、崖っぷちホテル、毎週日曜22時30分チルダ、で演じているのは、京亭クルイ、のスーシェフ、江口隆二だ。総料理長、蓬莱春、浜辺美波、とのコンビは、エグ春、と呼ばれ、SNS ではファンがオリジナルのイラストを次々に掲載するなど大人気。そんな同作に臨む心境や、主演、岩田剛典をはじめとする共演者との裏話など、たっぷりと話を聞いた。中村智也1986年生まれ、東京都出身。05年、映画、七人の弔い、で俳優デビューし、様々な映画、ドラマ、舞台に出演。2018年、ドラマは、崖っぷちホテル、のほか、ホリデーラブ、テレビ朝日、NHK 連続テレビ小説、半分、青い。など。映画は、伊藤くん A2E。孤狼の地、オズランド笑顔の魔法を教えます。に出演。スタッフを驚かせようと、今回は、京亭クルイのシェフという特徴的なキャラクターを演じていますが、どのように役作りをしていったのですか。職人かたぎなやつ、というのをテーマにやってますね。一見とっつきにくいんですけど、話せば悪いやつじゃなくて、自分の食に関してプライドを持っている。そのプライドが邪魔をしていたところから、第3話で成長を見せられるように。あと厨房は、浜辺美波演じる春とのコンビ芸なので、春との掛け算。で、よりこの作品が面白くなるようにというのを考えてやっています。浜辺さんとは今作が初共演ですが、印象はいかがですか？みんなで、ベー、さん、と呼んでいるんですけど、すごく大人っぽくて、17歳に見えないです。本人曰くすごい人見知りらしいんですけど、僕がそれを気にせずずかずか喋っちゃうんで。でも、すごく真面目なんですよ。春という役は動きをつけられることが多くて、セリフもやって料理もやって、その上テンション高くということまで求められるので、厨房の撮影の前日はしばらく眠れませんでした、って言っていました。いい子ですね。A さん、というあだ名は、中村さんが考案したんですか？そうですね。人見知りだと言っていて、大人数でいた時もおとなしくしてたので、馴染んだ方が楽しい。と思って、みんなの前で、レイさん、って名付けました、って発表しました。その後、かわいい、リナ、ちゃんがレギュラーになって、A ちゃん、って名付けました、って言ったんですけど、それは全然浸透しなかったです。浜辺さんとは掛け合いが多いですが、結構打ち合わせなどをしているんですか？ほとんどしてないですね。特に、最近はお互いがだんだん役をつかんで気も楽になってきてるんで。トライ、段取り確認、の時に、スタッフを驚かせようと思って、これ言ったらこれやってよ、って話をすることもあります。例えばどんなことをやったんですか？雨が降りそうだな。みたいな会話の後に、それって告白ですか？って聞いてみて。そしたら俺突っ込むから、って提案して。それを本番でやってみたんですが、監督から、今のパターンはもらえましたので、ないパターンもください、って。そんな感じで、みんなでワイワイしながらやる現場なので、ス
タッフを含めて楽しくやっています。浜辺美波、左、と中村智也イコール6月10日放送の第9話より、CNTV、スン、から入る役、属してます。江口と春の関係で意識している点はありますか？江口は、春のことを認めていないところからスタートしたんですが、台本を読んでいると、春に対して、うるせえな、って言いながらいちいち突っ込みを入れるんですよ。それで、さてはこいつら仲いいな、と思って。こういうキャラクターなので、セリフはきついですけど、実は春のことを面白おかしく思っている。そういう空気感の方が、見ている人もきっと楽しいだろうなと思って。それを意識していますね。以前、インタビューで、春が一番可愛く見えるように頑張ろう、とお話しされていましたよね。具体的に見た目がどうこうっていうのは僕の範疇じゃないので、空気感だったり、こういう出方をするなら、こう、入れておいた方がより愛嬌があって見えるな、という、ちょっとしたチューニングを調整している感じです。実際に可愛くできている手応えはありますか？できてるんじゃないですかね。フォトがあんなにいい素材ですから、邪魔をしないように、僕は脇で生える雑草のように、花を咲かそうと思っています。江口と春のコンビは、エグ春、と評判になってます。そんな話をこの前、西尾まりさん、清掃員、吉村直美役、としていたんですが、そしたら、このコンビは、ボケとツッコミがはっきりしているから見やすいんじゃない。と言われて、ああなるほどなって思いましたね。江口のツンデレぶりも、好評です。ツン、から入っているので、ショッとしたことでギャップが作りやすいですし、いろんな意味で見ている人の感情を動かしやすいという気がするんです。少しコミカルになっただけで、面白さが生まれやすいし、ちょっと優しい。イカをしただけで、いい人、と言われるんで、しています。